君たちは人生の勝ち組だ。チッ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 。全国のカンツラさん、旅っす。釣れないカンツラこと旅ます1号です。寒い冬が終わってどんどん暖かくなってますよね。そろそろ花粉が飛びそうですが、いかがお過ごしなんだいカンツラたち。さて今回はめったに釣り具を購入しない旅ますが、珍しくロットを購入しました。実はこのロットエントリーモデルということで、これからカン釣りを始めたい方、もしくは他のエントリーモデルを持ってるんだけれどもちょっと満足いかないなという方、そんな方におすすめらしいとのことで、丸1日かけて投げ倒してまいりましたので、私釣れないカンツラーがひとしきり使ってみた感想を5つの項目に分けてご紹介したいと思います。というわけでタイトルはこちら。はい、ティモンのTコネクションコンフィ。今回私が購入したのは TCC-S510UL というタイプの UL ロットになります。もう一方 TCC-S62L という少し長めの、そして少し固めのロットというのもあるようなのですが、今回売っていたのがこちらの UL ロットだけでしたので、こちらを購入させていただきました。旅マスでも過去には初心者向けロットとしていろいろご紹介したことがありますが、正直本音を申しますと初心者向けの定義って分かんないんですよね。価格が安ければいいのか、キャストがしやすければいいのか、さらには感度が良ければいいのか、そう細かく見てしまうと何が何だか分かんなくなりますよね。そんな疑問が解消できるかどうかは分かりませんが、項目別にこのロットの良し悪しを深掘りしていきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。一つ目の項目はこちら、旅マスチョイス。ビジュアル、シンプルなマットブラックカラーにオリジナルのロゴがとても可愛い感じ。さらに独特なのはグリップの部分、丸みがあって手の小さな女性やお子様にも握りやすいようにと考えられた形状らしいです。見た目だけで言えば可愛い感じなので、初心者の方にも気に入っていただけるんじゃないかなと思います。しかしながらベテランの方からすると少し安っぽいなんて思う方もいるのではないでしょうか。続いて2つ目、旅マスチョイス、プライス。まずはこちらのロット、お値段は本体価格で 12,200円。さて値段に関しては当然皆さん価値観が違います。こちらのコンフィ、コンセプトとしてはこれから管理釣り場の釣りを本格的に始めたい方向けのロットになっております。本格的に始めたい方となれば、他のメーカーさんで出しているエントリーロットとそこまで大きな差はないです。ただし本格的を除いた場合はどうでしょう、これから管理釣り場の釣りを始めたい方が出す金額としては少々お高いのではないでしょうか。これから管理釣り場の釣りを始める方にはロッドはもちろんリールも揃えなくちゃいけないですよね。そう考えるとできる限り価格は抑えたいところではあるのですが、この価格の妥当性はこの後ご紹介する使用感、それも加味しなくてはならないです。というわけで次の項目に行きたいと思います。旅マスチョイス、キャスト。はい、それではここからは実際に使用してみての感想になります。まずはキャスト。このキャストには非常に驚きました。はっきり言ってむちゃくちゃ投げやすい。まず管理釣り場で使うロット、初心者向けやエントリーモデルになりますと非常に柔らかく設計されることが多いので、ロット自体がビョンビョンして慣れるまで結構使いにくいものですよね。今回購入したこちらのロットも UL ウルトラライトですので、まあ正直似たり寄ったりでビョンビョンするのかなと思ってました。
ただ使用してみると意外に抑えられてるという印象があります。かといって硬いロッドではないので、柔らかすぎず硬すぎずしなやかというのがしっくりくる表現じゃないでしょうか。 1g 程度のルアーであればしっかりとロッドに乗せてキャストすることができました。そして見た目のところでご紹介したグリップ、可愛いだけかと思いきや結構手に馴染みます。これならば長時間キャストを繰り返すエリアトラウトでもそこまで疲れずに投げ続けることができるのではないでしょうか。あくまで個人の意見ですので足からず。それでは次に参りましょう。タビマスチョイス、感度。続いては感度。人によってはエントリーモデルに感度なんか求めるなよと思う方もいらっしゃるかと思いますが、これから管理釣り場の釣りを始める方が LINE で当たりを取る、それってすごく難しいと思いません？私個人としては手元に伝わる感度もエリアトラウトの醍醐味だと考えてます。まあ未だに私も感度任せで成長しておりません。まあとにかくエントリーモデルとはいえ感度っていうのは大事だと個人的に思ってるんですね。それでは話を戻します。こちらのコンフィ、すごく簡単に言うとメリットでもあるしなやかさのせいでなんかいろいろ吸収してる感じです。特にルアーを巻いて使用するロッドになりますので、クランクなんかを巻くと非常によくわかります。ルアーの振動がはっきりとは伝わってこない。さらに言えば魚のあたりもコツンとかガツンという感じでもなく、ググっていう感じ、わかります？単純に僕の好みではないという話です。当然先ほど申し上げましたエントリーモデルですから巻いてれば釣れるんですよみたいな、そんなロッドもありだとは思うんですけれども、初心者の方が使うロッドになるわけですから、個人的にはガツンとくる感度があるロッド、そういう方が僕は好きだな。もしかしたら 62L はちょっと違うかもしれません。ぜひお持ちの方いらっしゃいましたらコメント欄にてコメントをいただけると嬉しいです。続いて最後の項目、こちらタビマスチョイス、ランディング、魚とのやり取り。映像にもありますがポンドの状況もよく、比較的たくさんの魚とやり取りができました。その上でこちらのコンフィ、個人的ではありますが魚をかけてから釣り上げるまでのやり取り、とっても難しかったです。普段固めの竿に慣れているというのもあるとは思うんですが、習慣的にロッドでやり取りをしてしまう私には非常に難しく感じました。実際に幾度となく魚をかけましたが、結構な確率でバラしてしまってます。当然実力不足もあるかと思いますが、ロッドでのやり取りをするというよりはリールをめちゃくちゃ巻いて引き寄せる感じ、その方が釣りやすかったです。これに関しては使い手の好みもあるかと思います。ただはっきり言えるのはロッド自体にパワーがないので、大きな魚が釣れるような釣り場ではなかなか難しいんじゃないかなと思います。それでは最後になりますが総評です。こちらの T コネクションコンフィ、見た目の可愛さとキャストのしやすさからレジャー的に楽しむロッドとしてはかなりおすすめできます。しかしながらコンセプトにあるような本格的にエリアトラウトを始めたい方、そこに関してはなかなか判断しにくいです。というのもロッド単体での当たりが取りにくく、ラインで当たりを取るような技術が必要になります。ロッド自体のパワー不足も否めません。個人的に使ってみた感想としては、エントリーモデルというよりはトレーニングモデル、そんな表現がいいんじゃないかなと思います。初めて買う一本におすすめというよりは、すでにやり込んでる方のセカンドロッド、
に向いてるんじゃないかなと思います。普段簡単に釣ってる人からすると少々難易度が上がるようなイメージなので、中級者の方やベテランの方の息抜きに楽しんでもらえるロッド、大変失礼なお話かもしれませんが正直な感想です。さあ、長々とお送りしておりましたがいかがだったでしょうか。やはり最初に申し上げた通り、エントリーモデルとか初心者向けという表記というのはなかなかどう判断していいかわからないですよね。初心者の方こそ感度が良かったりとか釣り上げやすいロッド、そんな感じの方が初心者の方にはいいんじゃないかなと個人的に思いました。まあレジャー向けみたいなねイメージで考えれば、まあこのロッドはすごく可愛いし投げやすいので、まあカラーバリエーションなんかあったらまたちょっと違うんだろうし、本格的に始めたいというのはちょっと疑問に思います。まあもし実際に購入して使っている方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で感想などいただけると嬉しいです。というわけでお送りしてきました今回の旅マスチョイス、参考になりましたでしょうか。まあこちらの動画良かったよと思っていただけましたら、ぜひ評価ボタンで評価をいただけると嬉しいです。まだの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今回の動画は以上になります。お相手は釣れないカンツラーこと旅マス1号でした。バイバイ。